マヤミキは日本の女優。元宝塚歌劇団花組トップスター。旧芸名、マヤミキ。本名、西島ミキ。旧姓、佐藤。所属事務所はオスカープロモーション。広島市西区南関音町生まれ、大阪府豊中市育ち。4歳まで広島市で育ち、父親の転勤により、各地を転々、中学校卒業まで8回転居した。 中学校の3年間が大阪府豊中市育ち、日部を習いたいと中学時代から宝塚子供宛テネに通う。第一マ王への憧れから豊中市立第二中学校を卒業後、1979年に宝塚音楽学校に入学。1981年67期生として宝塚歌劇団に入団。入団時の成績は21番。 同期には、女優の北原陽子、黒木瞳、鈴風道代、マリモエリ、演劇プロデューサー、勝弁ベ氏、日本舞踊講師の興奮入れね、リカ・マスミがいる。初舞台当初から注目を集め、歴代、花組トップスターに勝るも劣らぬ、個性派スターとしての道を歩み、特に1992年から1995年に、 かけては二番手ながらトップであるアンジュ・ミラとほぼ同等な扱いを受け、芝居、ショーともに活躍。アンジュとの男役同士のコンビは当時呼び物となった。1995年、アンジュの対談により、エデンの東で花組トップスターに就任。相手役には、トンミオ・リサ。順明の対談後は千穂幸を相手役に迎えた。長髪のヘアスタイルやナチュラルな舞台メイク。 独特の着こなしや対談直前に、ツンクプロデュースによる日本武道館でのソロコンサートの開催、篠山紀信撮影による写真集の出版など、宝塚に新しい風を積極的に吹き込み塚の革命児とまで言われた。1998年10月5日、スピークイージー東京公演選集落を持ち宝塚歌劇団を対談。楽屋入りから、さよなら公演。 ファンに別れを告げる宝塚最後の1日が収録されたドキュメント VHS ザラストデーが出されている。宝塚対談後になり物入りで芸能界入りしたが38歳の時に事務所から戦力外通告、どん底を経験する、知人からリクルートスーツを借り、自ら踊る大捜査線のオーディションを受けた。そして2003年、 このオーディションを早上がり、念願の芸能界復活を果たした。身長166センチメートル。特技は歌、ダンス、日舞、バトン、作詞。趣味は旅行、え、宝塚音楽学校での成績は、同期39人中で37位だった。そのため、インタビューなどで、自らのことを劣等生と語っている。2008年7月1日にブログで、 バレエダンサーの西地町広と結婚することを発表した。また、同年12月22日に入籍していたことが明らかになり、2009年4月4日、明治神宮で挙式。2009年には、第20回日本ジュエリーベストドレッサー賞を受賞。2011年には、第28回ベストジーニスト2011競技会、選出部門を受賞。 2015年3月1日付で、ブルーミングエージェンシーからオスカープロモーションに事務所を移籍するとともに、芸名表記を変更。2016年、ドラマティック古事記神々の愛の物語で、夫の西島と初共演を果たす。2017年8月29日、高等学校卒業程度認定試験合格。ありがとうございます。